レオ・ペルツはオーストリアの作家。幻想的な歴史小説などで人気を博した。本名はレオポルト。オーストリア・ハンガリー二重帝国のプラハにユダヤ系両親の長男として生まれる。祖先は17世紀にスペインのトレドからユダヤ人迫害を逃れてチェコのラコニッツに移り、祖父はラコニッツの市議会議員も務めた。レオは高等中学卒業までプラハで過ごし、ここで同年代のカフカやグスタフ・マイリンクと親しくした。1899年に父がウィーンで織物工場を始め、レオは保険会社でアクチュアリーとして勤めながら文学カフェに出入りし、1907年に初めて短編小説が新聞に掲載される。1915年に最初の長編小説、第三の魔弾をミュンヘンの出版社から刊行。第一次世界大戦2年目に志願兵となり、東部戦線に従軍。1916年にロシアによるブルシーロフ攻勢で重傷を負って肺の半分を失い、ウィーンで暗号解読の仕事に就いた後に兵役を免除された。大戦後にはパウル・フランクとの共作、マンゴーの木の奇跡、9時から9時まで、ボリバル公爵、最後の審判の巨匠、ジュルルパンなどを刊行し、好評となり、20カ国語以上に翻訳される人気作家となった。1918年には、イーダ・バイルと結婚し、後に2人の娘が生まれる。どこに転がっていくの、リンゴちゃんはベストセラーとなり、当時アン・フレミングもドイツ語のファンレターを送り、自分がファンレターを書く気になった、唯一の小説と述べ、作者の技巧に感嘆したことを書いている。この1928年には、妻イーダが死去し、心霊術に凝り始める。その後グレーテ・フンブルガーと再婚。また、ボリバル公爵とアンチクリストの誕生が1922年に映画化された。ウィーンでは多くの作家と交際し、文学カフェではチェスとブリッジの名手としても知られていた。1933年に、ドイツでナチスが政権を取りユダヤ人迫害が始まると、聖ペテロの雪は発行部数を制限され、北方戦争の時代のシレジア地方を舞台に、バロック文化を背景に、封建体制や戦争を戯画化したスウェーデンの騎士は、ドイツでの発行を許可されず、映画化も話のなくなってしまい、収入のために舞台や映画の脚本を書いたりもした。1938年に、オーストリアがドイツに併合されると、一家でパレスチナのテルアビブに亡命し、得意な数学を活かして保険会社で働いた。バート・イシュルのペルッツの墓地終戦後もウィーンには戻らず、高地オーストリアのザンクト・ボルフガングとテルアビブを往復して暮らした。しかし戦前の人気は忘れ去られており、1953年発表の夜ごとに石の橋の下では代表作とされているが、発表当時は小部数の出版で話題にもならなかった。ペルツは文学に望みをなくし、考古学に楽しみを満たしていた。また戦後は、保養地のバートイシュルで、毎年の休暇を過ごしていたが、1957年に、この地で、心臓発作によりで、死去、同地に葬られた。死後発見された、未完原稿、レオナルドのユダは、友人のレルネット・ホレーニアの手で完成させられて1959年に刊行された。1962年にフランスの幻想文学に与えられる野草賞を贈られた。テオドール・アドルノやバルター・ベンヤミンは早くからペルッツの文体を称賛していたが、ボルヘス、カルビーノ、グレアム・グリーンらの言及によって1970年代から世界的に再評価されるようになった。評伝に、ハンス・ハラルド・ミュラー、レオ・ペラーツがある。長編小説戯曲翻訳短編集。ありがとうございます。